iPhone やっと買い替えられました。脇あずみです。おめでとう。おめでたいおめでたい。鈴木えりです。適当な鈴木えりさんじゃないですか。適当な鈴木えりです。どうも。はい。本日はメール会でーす。あ、はーい。読んでいきますよ。はい。では早速始めていきましょう。はい、せーの。あずみあるメールを読んでいきます。はーい。まずは爽快ぼっちさんからいただきました。ありがとう。ありがとうございます。エリピョンがルノワールの図書カードを手に入れてからというもの、はい、ツイッターでフォロワーの人の愛読書を聞いたり、もう本を読む気満々ですね、はい、番組に還元してください。え、ブックリポート、つまり読書感想文です。エリピョンが何を読んでどう感じたのかぜひ報告してほしいです、うん、読書感想文を通じてつかめそうでつかめないエリピョンの真髄をつかみたいと思います。長さは原稿用紙1枚くらいがちょうどいいかもしれませんね。アジジもぜひ実費での参加をお願いします。確かに私はあの読書カードをいただいてないので、まあ、これやるなら実費になってしまうんですけど、そうですね、エリさんめちゃめちゃ本買ってましたよね。そうなんです。もうどのくらい今現時点で読まれたんですか。10冊ぐらい買ったのかな、だいたい、うん、で3冊ぐらい読み終わって、すごい。でもそのうちの1冊漫画なの。あ、だからもう、漫画買ったんですね。そう、もうその日にパーって読んで、うんうんうん、めちゃ面白いってなって、はい、でなんかどんどん違う、もう一冊って読んで今4冊目ぐらい。本読む時って、うん、もう一冊の本をこの時に読むぞってなったらもう全部読み切るんですか。でも読み切れないから1日2日ぐらいでかけて寝る前とかに。本か。読んでます。本か。あ、アジジは全然読まないタイプの人間。そうなんで、ラノベは読めるんですよ。あ、でもラノベって言ってもやっぱ自分が参加する作品とかだったら、うんうん、もらった設定資料だけじゃわからない部分とかある。原作とかね。そうなんです、原作としてラノベは読んだりするんですけど、うんうん、ラノベは読みやすい、ね、あと言葉が多かったり、うん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 、セリフが多かったりするから読みやすいんですけど、うんうんうん、真面目な本って読めなくて。真面目な本？なんか本って真面目っていうイメージがあっちゃうんですよ、私。お堅いみたいな。教科書みたいなやつ想像してる？そうなんですよ。なんかもう読めなくて本が。困っちゃうね。困っちゃうんですよ。困っちゃう。将来書くかもしれないよ、本を。本をですか？私が？それ困っちゃいますね。困っちゃうね。エリさんは読書感想文と書くの得意なんですか？得意じゃない。得意な人いるのかな、書くのって。全然得意じゃない。どうします？やります？って聞かれてました、ね。ブックレポート？でも1週間に1冊読めるかな。アジュジュがちょっと心配。そうなんです、私読めないと思います。約束は守れませんっていうことをちょっと。真面目な本ってなんだよ。真面目な本って何？真面目な本ってなんだろう。携帯小説とかは私の中では真面目じゃない本なんですよ。小説とかは真面目？小説とかは読めるでしょ。読んだことがなくて。そんなことある？ライトノベル小説はありますよ。あら、それライトノベル。でもそれ以外の小説が分から、例えば何ですか、小説って。例えば、なんだろう、小説。なんだろう、有名な小説とかな。恋空とかって携帯小説ですよね。恋空、あ、携帯小説。そうなんですよね。なんだね、はためみたいです、私。もう諦めてるよ。あ、でも、あの、半年に1枚でいいから。半年に1枚、忘れちゃいそうな内容できるんですけどね。ちょっと難しそうですね。ブックレポートレベル高いな、うん、確かに。でも、私もツイッターに慣れちゃってるから、はいはい、なかなか1枚書くっていうのは。確かにそうですよね。書き始めちゃったら、なんかすごい長くなっちゃう。1枚って結構難しいですよね。確かにね、うん、そうなの、まとめるのが難しそうだなって。小学生ってすごいな、今思うと。確かに。罰ゲームとしてはいいかもしれない。
罰ゲームって言っちゃってる。ちょっとこれはどうなるのか、どうなるのか考えてからね。はい、はい、じゃあ続いて、はい、アゼリネーム JB さんからのメールです。ありがとうございます。アゼリのお二人こんばんは。こんばんは。来週で、うん、このアゼリアルも大台の200回、うんうんうん、そしてもう少しで番組開始2周年ですね。すごいね、2周年。つい先日始まった気もしますし、ずっと聞いている気もする、そんな心境です、うん、この2年間いい意味で何も変わらず、放送開始当時のゆるさ加減をずっと保っているので、これからも3年4年5年とお二人の変わらぬゆるさで毎週癒しを届けてくださるよう、末永く続く番組でありますよう、これからもおびれきながらメールを送らせていただきます。ありがとう。200回記念は動画回があるんじゃないかと密かに期待しています。で、JB さんありがとうございます。ありがとうございます。考えてなかった、考えてなかった。200回記念か。確かにそうだ、すごいですね。200回もやらせてもらってるって。200回か、うん、ま、週2っていうのもありますけどね。そうだね、カッカー水でやらせてもらってて、うんうん、それを1回2回って数えるってことだよね。そうですね。うん、すごいな。すごいですね。2周年だって。周年か。はー、確かになんかやりたいですね。ね、動画も、動画の時は、うん、クリスマスでした。クリスマス、ケンタッキー食べたよ。あ、エリさんの、あれ誕生日、あれケンタッキーって動画でやりましたよね。動画やった。何の時だあれ、誕生日かな。ケンタッキーがあることによってクリスマス感がすごい出るから、なんか錯覚しちゃうんだけど、いつだったかな。え、確かでもなんかエリソン誕生日、あとなんかチョコレートケーキを切って、なんか私が分けた時になんかすごい泥みたいなケーキが出来上がったの。あれは多分アズじゃない、アズミの誕生日、アズミの誕生日だよね。そんな前でしたっけ、動画回って。なんか日が経つのが早すぎて怖い。いや、怖い、確かに。うん、ちょっと覚えてない。私やってないってことですか。私多分やってないってことなのかな。やった気でいた。あ、でも久しぶりにやりたいですね、動画会も。確かに、ね、200回かにできるかどうかわからないですけど、うん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 、なんかのまた記念にやりたい、ね、エリさんの誕生日に。あ、やりますか。やりたい、やりたいですよね。やりますか。やりますか、やっちゃいますか。動画いいですよね。そうだね、うん、みんなに元気な姿をお届けしたいですね。そうそう、ですね。ありがとうございます。200回もメールいつもありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、これからもよろしくお願いします。変わらずのご支援よろしくお願いします。はい、はい、ということで、はい、番組ではメールを募集中です。はい、メールアドレスはアズエリアットマークセカンドショットドット JP、 アズエリアットマークセカンドショットドット JP、 普通歌含めてどしどし送ってください。です。各コーナーは番組ホームページにどんどんアップしていきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、そして大事なお知らせ、今週分のアズエリアルは水曜日24時からセカンドショットチャンネルにアーカイブとして1週間は無料公開。さらに有料会員になっていただくと、過去のアーカイブやアズエリアル特別編が聞き放題見放題です。皆様会員登録をよろしくお願いします。はい、セカンドショット通販でアズエリアルの各グッズが販売中です。はい、番組支援の意味も含めて皆様ぜひよろしくお願いいたします。まだ売ってるんだね。そうですよ、いつでも買えるぜ。ぜひゲットしてみてください。はい、ではでは今回はここまでです。はい、お相手は脇あずみと鈴木えりでした。バイバーイ。